はい、水口横山城です。ちょっと展望台に登ってみますかね。ここはもちろん後世に建てられたものですけど、天守あったという伝承かは分かりませんけど、本当に木の階段になって、市街地の展望が見れるだけなんですけどね。ああ、やっぱりこれできた時はもっと木、もちろん綺麗だったの。木腐ってるな、怖いですね。これ抜けそうですね。気をつけないと。足元注意。その通りです。いや、やっぱりね、東海道の要衝ということで、宿場町としてもね、有名な場所ですし、琵琶湖の方も見えますし、ちょうどなんですかね、交差点なんですよね。辻というか四辻っていうんですかね、東西南北、そういう要衝ですので、ここを通らないと、まあ、いろんな方向へ行けないと。で、本来東海道がこっちを通ってるんで、琵琶湖というか今の米原とかね、そっちを通ってたんであればあれですけど、こっちが旧街道で、やっぱり距離的なものを選ぶ。それと、関ヶ原はね、特に豪雪っていうのもありますし、道が1本しかないですからね。あと脇王冠で北国街道、北陸方面に抜けれると、北に向かうんであればもちろん向こう側なんですが、京都大阪方面を目指すんであれば、やはり最短距離で、その山の峠がないような感じのこの道を使うわけですよね。どうでしょう、変わってないですかね。あそこがお城ですね。櫓が見えますね。はい、水口横山城の展望台でした。